セクツーハウスの斉藤と言います。作品紹介の方をさせていただきます。ビレッジズという物件させていただきました。この物件で、まあ、コンセプトと言いますか、まあ、ビレッジズ、村を作りたい。で、人と人、人とペットをつなぎたい。人の命を守りたい。ランドスケープでしかできないデザインが。このあたりのコンセプトをちょっと突き詰めた物件となります。物件の、実際のこの物件の奥が、日本最古の国立公園、大阪にあるんですけども、大阪の臨海工業地帯のあの、向かい川といいますか、という立地条件で、人々が多く訪れる公園の横になります。で、まあ、もともとは、この、道路際の側溝もこう、ガタガタしてて、で、道幅もちょっと狭くて、で、築80年の、古い住宅があって、で、そこには、庭石が、たくさん、ございまして、ただ、敷地の半分ぐらいは、駐車場、空きの多い駐車場となってました。で、今の都市公園、公園ですね。で、ここの特徴として、さっき写真もありましたけど、このブリッジをなぜつけたかっていうところで、まあ、東と西と、まあ、つなげたいっていう意味合いでブリッジつけたんですけども、まあ、動線を交錯させたいっていうのもあって、駅から歩いてきてエントランスを入って、で、東棟にだけエレベーターをつけました。で、エレベーターを登って、このブリッジを通って、西棟の方がこういう動線。で、実際に、東棟と西棟の、まあ、入居された子供たちも、ここを、わーっとこう、もう、すごく、ブリッジも使いながら、で、当然ながら、この中の丘庭も使いながら、遊んでるという状況が、まあ、想定通りというか、目的の形になったかなと。ております。で、ブリッジの、状態。夏にはこういう花火大会の、絶好のスポットでもあります。人の命を守りたいというコンセプトは何かというと、第二室戸台風1961年に、この辺りの水位が3メーターぐらい上がった時があって、で、この地域の方々も、それをやっぱり鮮明に覚えてらして、で、その当時の恐怖感っていうのもあった中で、やっぱりちょっとでもこの水から高い位置を保ちたい。さっきの写真にもありました、臨海工業地帯の、手前には運河があって、で、まあ、昨今のこの暴風なんかの、ちょっと懸念材料もありますんで、そういうところと人と人とのつながりっていうところを、このブリッジ学で表現したという形になります。で、AED を設置したり、非常用の備蓄庫なんかも、設置しております。で、建築に囲まれたところに、既存のクストンと、庭石がね、100トンぐらい残されてたんですけど、まあ、それを一個一個ベンチ風にまあ置きまして、ベンチと木と合わせて、木陰ベンチっていうのを、ところどころ、本当に無数に作ったような形になります。で、まあ、ランドスケープで何かデザインできないかなというところで、私結構こういうのを狙ったりするんですけど、素材の使い分けでこの、わかりますかね、犬の形を、ちょっと無理があるところも、指摘されたりするんですけど、この辺りの形、ここはね、お節さん宅、一番東棟西棟の、端っこにお節さん宅があって、お節さん宅は結構ね、この辺りの2階から見ると、犬の形が結構よく分かったりするんですけど、こういう表現も面白いかなと思って。で、Google マップで、今はまだ更新されてないんですけど、将来的に見ると、あ、なんか犬っぽいな、ところが分かるのかなと。で、他に、この辺りも、
元々の建築士を使って、お庭を作ったりとか、あと、私よく農園に、財財前に行っ源たりっするて言っんたでりすするけんですど、けど、そこでそこね、でね、やっぱやっぱ欅欅なんなんかかは、は、すごく邪すごく魔邪者魔扱扱いいにされてされるてる感じ感じで、で、何十何十年と年ずっってとず同っじと場同所じに場所に行ってたりす出るたんりで、するんで、こうこういいうちょっうと特ちょっと殊特な殊な保険でし保険たんでしで、たけど、これなんとこれなかんと使かわ割れへんれへんかっかたというっことていうで交渉して、で、結構結安構く安譲っくて譲っいたていだいただいて、て、で、掘り掘込りみ込まみしまた。した。だいたい、大体、樹齢が樹齢が150年ぐ150らい、年ぐらい、らしらくしくて、て、ね、そのそ木の木を、を、すごすごく、く、なんて言うんでなんして言ょうんう。でしょう。アウトアウレットトレ価ット格というと、ちょっというと、と、生き物なんで申生き物しなん訳で申なしいんで訳すけないど、です。安安くく譲譲っっててももららっったたここととにに対対しして、て、現場現場で、で、その蜂の大きさを蜂見の大きさて、を見て、ちょっとちょっと後悔後したと悔しいうたか、ら、なんか悪いことし悪いたこな、とみしたいたら、な気分にもなったんですけど、まあ、新新しい生き方っしいていう生きの方っていが、うのが、ご提案提でき案できたとたころは、とこまあ、ろ良は、かっまあ、たよのかかっな、たとな、思ったりしたりてしおたりり、ます。で、で、ここのここの物件物で、ちょっ件で、ちょっとと思っ思たっのたのが、が、このあたこりの辺りののブリッブジリッジととか、か、このこの石、これ石、アこジれは石いいで石石で探してき探て、してきまて、まあ、あ、組み合わせ組み合わせ作っ作った石たの門石柱のなん門です柱けなんど、だけど、とか、ここもちょっとも派ちょっ手とか派な手とか思ないと思ついつつも、つも、こういこういううあの線の線の細い細いゲートみたいゲーなトのみもたいちょっなとの付け、させていもちょっとただ付いけたんさでせすていけただいたんど、だけど、このあたりこのあたりの、のスケースプケーのプデのザデインザインで、で、目に見えな見えいない空空間領間域と領いう域と、ちょっというととオーバーかもしれないんですけど、この前っていうのは結構人通りが多くて、さっきの花火大会なんかでもすごい人が通るんですけど、少し重厚感を持たせたこの外観で、別にクローズはしてないんですけど、やっぱり入ってきにくい、雰囲気。でも、知ってる知っ人てはる人入はれる入んだれね。る。そういうちょっと、ファジーファジーなな表現って表い現うっのていうが、のが、まあ、できまあ、るんでじゃきなるんいじゃかないなかと思っなと思って。て、そのあたりもちょっと狙ってみたんですけど、実際に、子供たち子供はたち入っは、てみんな遊みんなぶん遊ですぶけんですど、けど、大人大た人ちはたやっちぱは、入らない。怪しい人怪しいも入人もらない入みらたいない。な、なんなんとなくとそなういくうそういう空間領域空間が領で域きたがのでかきなたとな、いうところで、で、ランランドドススケーケーププのの部部分分があがあっったたののかかななというというところところもも感じております。ありがとうございありがとうごまざいす。ます。最終最審査終の審時査は、のこ時のは、このペデストリアンデッペデストリアンデッキをキつなげをるつってなげ話るっだってたんで話す。これが建建物物とと建建物物ををつつななげげるるののとと結結構構嫌嫌ががりりそうそうだだよよねっねっててオオリリノノささんんががおっおっししゃっゃっててたたとと思思ううんんでですすけけど、ど、ここのの辺っ辺って、て、なんなんかか苦苦労労さされれたたここととととか、か、そうそうでですすね。ね。ここのオーナーが、ゼネゼコネンコンの、の、まあ、社長、社当長、時、当打ち時、合わ打ち合わせせ当当時時はは専専務務やっやったたんんでですすけけど、ど、すごく若すごくい、若い、私より私年より下年のオー下ナーのオーさナーんさんで、で、で、非常にランドスケープにも興味があって、当然当建然築に建も築興に味もがあっあてっとていうこいうとことで、で、建築建築とランとドラスンドケースプ、どっケーちかっプ、どってちいうかとっラてンいうドとスランケードプスよりケーのプ考よりえの方考をえして方くをれしてたくれのたので、で、非常にやりやすかったんです。で、初めてお会いしたのが、星のや星富野や富士士で、で、富士山の富士ま、山のま、麓にあ元るにあるんですけんですど、けど、そこそこに、に、共通認共識通持認とう識というもこととる。で、一緒に一緒に行った、新新幹幹線、新線、大新大阪の阪駅ので駅初でめて初めて会っあって、て、で、で、設計、建建築の築の設設計計ののここととと僕僕と、と、オーナーと3人で行っ3人て、で、で、まあ、いろんいな、ろんな、回っ回って、て、ランドスランケードスケーププとと建築建の築絡のみ絡方みみたい方なを共有して共有帰っしててき帰ったっていてう。まあ、そこから、そこから、打ち合わせ打ち合わせもも膨大な膨打ち大合わせな打ちがあったんで合わせすがあっけたんど、ですけど、非常に非楽常に楽しい、しい、苦労という苦労よりとはいうよすりごは、くすご楽く楽しいし打い、ち合わせでした。最終審査最に終あれ審です査ね、に、浅岡浅社岡長社が、長が、このオーナーオーさんナーはさんどはういう思いだったどういうの思いかっだったていのうのっかって、て、もとももととそこののこ防の災とか、地域とか、街づくりとかに興味があっ興味たがのあっかたな、のこかな、のオーこナーののオーナー人のはっ人ていはうっのをていうのを、言ったやつ、さっきの街づく街りづにもくりともにともともと関関心があ心るがある方だ。方だ。そうですね。名地刺域の名名士っ刺ていうのもありもまありすますし、し、非常に防非常に災防という災とというころとにころ敏に敏感感に、に、
反応されてたので、デッキも、もともとはね、庭をぐるっと回るような、円盤みたいな形してたりとか、いろんな、案が出て、で、最終的には、まあ、コストパフォーマンスも、やっぱり、関連するので、ああいう形になって、あれはあれですごく正解かなとは思ったんですけど、はい、いろんな話が出て、最終的にはなりました。ありがとうございます。オーナーさんは、基本的には賃貸ですので、長く家賃をずっと、出しながら住み続けていただきたい。その方が経済的メリットがあるっていう積水さんのご指導があったのか、またペットと一緒に住むっていうのも、まあ、今時代ではなかなか住めないんで、それも積水さんからの提案なのか、接種からのアイディアなのか、ちょっとそれの本当の交渉内容を聞きたいですね。はい。そうですね。ちょっと、ペットのマークが入っておきながら、ペットの話するのをちょっと忘れてるんですけど、ペット、大型犬が飼える、非常に珍しい集合住宅なんですね。で、実際に大型犬を飼ってらして、で、もともとここに住んでらしたんで、仮住まいを探した時にも、やっぱり、その中型犬以上が買える賃貸っていうのがないっていうことに、やっぱりすごく、びっくりされてて。ということは、うちはもう大型犬特化しようっていうことで、そのあたりのアイデアといいますか、ひらめきはオーナーさんから出た感じですね。で、ここって二種中高層地域、横にマンションもあるんですけど、高い建物も建てれるんですけど、そのあたりは、近隣のことも考えて、で、何よりその庭が高い建物に囲われてるっていうのを、やっぱりやめときましょうよっていう、そういう打ち合わせになりましたね。3階建ての案も一時はあったんですけど。じゃあ、接種さんも地域での財産、大切な残したいものっていうのをお互いに共有しながら、この賃貸住宅や環境づくりが行われたっていう、すごく素晴らしい関係だと思うんですけど、やってみて気分はとってもよろしかったんじゃないでしょうか。私です。はい。はい、そうですね。非常にいいもんもできて、オーナーさんとの関係も、当然、未だに良好で、はい。来月、忘年会やります。はい。ありがとうございます。なんか、斉藤さんに聞いてみたいこととか、なんかございますか？大型犬を飼う、大変賃貸住宅ということで、プラン。普通の賃貸の違いとかあります？そうですね。でも基本的にはその対局にやっぱり結構やりたいという前提で生きているので、大型犬とかというよりは隣地の公園をのビューを生かしたいとか、そんな部屋に。特徴としては駅に近い方がちょっと魅力がただあちらはあちらでその専用林、南側の専用林はすごく大きい専用林があるので、まあやっぱりどっちかっていうと当然部屋の中もそうなんですけど、まあ、外に特化した特徴のある収入だかなと。何か大型犬になっているお宅を設計したことあるんですけど、はい、人の家の入り口作ったと入ってすぐ、バスであって足洗ってとかね、はい、まあ、それが庭につながっていくみたいなことをやったんですけれども、結構それを思い出しながら見てなんかすごく庭も楽しそうですしね、まあ、人にとっても家にとってもそれ楽しい集合住宅になっているのかなというふうに思いました。やっぱりペットを飼っていると皆さん入居者さん自体も仲良くなるんですね。すごくよく喋っているのはよく見かけるので、それは良かったかな。は
はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとお時間になりましたので、また、あの、深海とかでも、はい、コミュニケーション取れればと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。